どうも高井です。読書なりは処理速度加速千里秒数。本を読み始めると最初こういう簡単な本を読み始めた方がいいです。まあ、こういう薄くて簡単な本ほど最初ノウハウ、小手先のノウハウやら 2,3 年先の日本はこうなるよっていう経済の見通しっていうのが大半で、いきなりね、じゃあ古典の本読んだ方がいいんじゃないのかなって言って手を出したら頭パンクします。中身が濃密で濃いんだけどただ堅苦しい。だから頭がね、文字にねついていけないというか、あまりにも複雑すぎて頭の中がもうパンクするっていう、そういう本だから、こういう本で読み慣れていって頭脳労働していって、日々その頭脳で筋トレしていく。でちょっとずつ分厚い本に挑戦とか細かい本に挑戦しながらも古典に挑戦してみるっていう、徐々に上げれる重りの重さを上げていって最終的に古典に挑戦しようっていう感じで、古典に挑戦し始めて、まあようやく100年先に、100年先の未来ってこうなるのかなとか、そのスパンで考えられるようになってくる。まあ別にニュースだけでもね大まかに予測されてるから大して変わんないだろうってこの時には思ってるかもしれない。まあだけど一番の違いは自分自身で考えてることだよね。相手に教えてもらって、やっぱそうだよねって思うのか、自分自身で考えてみて、いやでもこうなるよなっていう、それだけの違いなんだけど、ただその少しの違いっていうのに果たしてどういうほどの価値があるのかって言ったら、自分自身で考えた方が良くない？ニュースを見てる限りはニュースに頭を操作されてるわけだから。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。